彼女は大英から新東宝に移籍し、芸名を若杉勝子に変えた。大倉新東宝時代になると彼女の本来の才能がより発揮された。そんな若杉が大倉新東宝特有の独特な映画に出演するきっかけとなったのが独婦高橋おでんであった。この作品以降独婦女優といったあまり好ましくない呼ばれ方をされることもあったが、それは彼女が女優として注目を浴びるようになった証でもあった。その後彼女は階段重ねが淵、や、 階段ちぶさえのきなどの作品に出演し、さらに、東海道四谷階段ではお岩役を演じて後世に名を残すこととなった。この役によって彼女は世界的にも知られ、見る人の心に強烈なお岩像を刻みつけた。実は、若杉が東海道四谷階段でお岩を演じる前年、彼女は偶然映画館で相千恵子が出演する四谷階段を見ていた。その時に、 次の怪談映画は自分に来るだろうと直感し、実際にいくつかの怪談映画への出演依頼があった。